そみそカツクズバカゲロネタコングショー。次は行きましょう。スーパーニューニュー大賞で飯塚隆史 VS 巨大クレアラシル。ナトレガッツ。わー！よかったですね、今のね。クソみそカツクズバカゲロネタコングショー。松下ひもの、ひものでひもの VS 月のマグマ。ナトレガッツ。ありがとうございました、ね、ダンボール細工みんな作者違うんですけどみんな一緒ですね。クソみそカツクズバカゲロネタコングショー。豆の木豆山で躍動するジジイ。ナトレガッツ。カーズさん飯はまだか。いいものが見れました。こういうことです。クソみそカツクズバカゲロネタコングショー。スキーソングホンダで距離感。ナトレガッツ。東北の街では隣の家までの距離が何百メートルもあります。イメージできませんか。上空1000メートルから撮った街の写真がこれです。はい、ありがとうございました、ね、本当に気持ち悪いんですよ。クソみそカツクズバカゲロネタコングショー。ロディヒップファニーファニーナゲット村井でデヴィ夫人。ナトレガッツ。初めまして、アークシデビスカトロでございます。アタクシインドネシア大サウン国でございます。すいません、ちょっと小腹が空いたものです。あんたちょっとこれ渡辺一家のうんこじゃないのこれ。あんた、え、違う。あ、そう、ごめん、遊ばせどうもありがとうございます。ぜひ本人に見せたいネタでございますね。クソみそカツクズバカゲロネタコングショー。日本クレールで大泥棒。ナトレガッツ。完璧なセキュリティだ。これでやっと手に入れた伝説のダイヤモンド、天使の涙は誰にも渡さん。そいつはどうかな。あ、誰だ。ルパンだ。さルパン、ルパンが天使の涙を狙いに来た。ちょっとだ、絶対に渡さん。絶対に渡さん。ルパンなんかに優しく抱きしめてくれと願った。怖い。パラッパン、パッパラパン。いや、ルパンよ、思ったらただの歌うまいホームレスだ。どうも、ロンペン3世です。マジで。ありがとうございました。あ、いいですね。大阪の若手感丸出しで、ね、やっていただきました。クソみそカツクズバカゲロネタコングショー。でスーパーサンスケでテラフォーマーズの細菌型の女コウ。ナトレガッツ。はい、
ってくれたやつにおいって言われたんですこんなこともあるんです。クソ味噌カツクズバカゲロネタコングショー、はい、ウベで TPO に合わない人ガトリーガッツ先生、息子を助けてください。本当に訳が分からなくなった芸人の典型が梅でございます。最近の気候が本当に心配でございます。クソ味噌カツクズバカゲロネタコングショー、ハリウッドザコシショーで手錠をかけているのにかけてないように見えるポーズガトリーガッツ。どうもこんにちは。世の中には手錠をかけてるね、かけないように見えるポーズがあります。ではね、ちょっとやるんですけど、ミュージックカモン。クソ味噌カツクズバカゲロネタコングショー、次は最後でございます。本日の最後はアーシラキでプリンセスプリンセスのダイヤモンドを立ち捨てとだけで歌う女リベンジガトリーガッツ。繰り返すところも山田栗子がやってそうなバラエティー。悲鳴が白木とゆっくんちゃんは一緒でしたね。ということでございまして、以上クソ味噌カツクズバカゲロネタコングショーでした。ありがとうございました。クソ味噌カツクズバカゲロネタコングショー。